内教授参戦はあるのでしょう。で僕らで喧嘩してたのは教授が小学生で自分が中学生ぐらいの時一番ひどかったです、はい、それを多分堀口選手に当てはめ多分られないです。多分自分が違うと思ったら多分先輩でも戦いに行っちゃうっていう感覚。今日はですね、トップブライツの山田 CEO と堀内 CEO に来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヘンリーも今日はおりますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど、はい、あのトップブライツのことについてちょっといろいろ聞いていきたいと思うんですけど、はい、結構ガッと言ってもよろしいですか。全然お願いします。まず、第1回目の行動、いくらの赤字だったんでしょうか。いきなりがそうやって。そうですね、まあ家買えるんじゃないですか。マジっすか。まあどこで買うかで、はい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 、まあ家は買えると思う、はい、すみません、赤字って決めつけ。いやいや、どう見ても赤字だよ。誰が見てもそこはもう全然大丈夫です。まあ選手、海外の選手ばっかりでしたし、マットコーヒーと、はいはい、ファイトマネーもね、あの、はい、選手たちだったんで、はい、多分加算だと思うんですけど、まあ、そうですよね。そうですよね、はい、まあ、それなりの多分もともと覚悟はしていってるんで、はいはい、いきなり黒でいけるとは思ってない、うん、まあ、じゃあまあこの赤字は織り込みで、まあ想定内ではある数字、まあ、でもそれを縮めないとダメなんですけどね、やっぱ経営なんで、はい、今回でもこう縮まっていくって、まあ、これがこう縮めていかないと、はい、継続していかないと。そうですね。すげえ、いきなりぶっこんですよ。全然、はい、よく聞かれます。まあ、日本人選手が松島選手だったと思うんですけど、ファイトまではいくらですか。あ、めっちゃお金。マネーしか最初のままだから。みんな気になってやっぱマネーの。まあまあまあ、まあ高いんじゃないですかね、それなりには。でもただ金額言っちゃうと、あ、まあ、まあそうです。金額はそのご本人さんのあれが冗談です。あれが日本かなとは。そうなんですね、はい、思いますけど、結構すごく気になるのが、その他の他団体との、まあ、関係性、はい、はいはい、まあ、シンプルに言うと仲良くやってますか。めちゃくちゃ仲良くやってる僕らはつもりです。あ、そうです、ね、はい、まあ、分かんないですけど、でも普通に喋ってますよね。まあそうですね。どうなのかな、大丈夫ですか。全然言ってもらって自分はあれなんですよ、11月までサラリーマンやってたんで、はいはいはい、その後からこっちに入ったんですけど、はいはい、だから自分は挨拶行けてなかったんですよ、はいはい、なんで、山田さんの方に行ってもらってて。なるほど、はい、まあ、自分が行き出したのが、そうですね、大会終わってからちゃんとこうちょっと回ってやる感じになってるんですけど、自分は、はい、ちょっと大丈夫かよみたいな。なんかまあちょっと聞いた感じ、まあ、今の僕 その、はい、肌感だと、はい、そんな仲良くはないなって感じ。逆に僕らあのお願いしに行ってる立場なので、はいはいはい、例えば雷神さんでしたらやっぱりお話しに行って、はいはい、まあそうです、まあ、選手のこう、はい、貸し借りっていうか、まあ、はい、皆さんも契約がある人ない人がいてると思うんで、はい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 、ただまあお伺いはちゃんと立てて、まあ、そうですね、はい、そこ変わってますよね。そこそこらへんうまくやってもらえると、ね、選手たちもですよね。そうですね、はい、本当そうですね、はい、変な壁を団体同士が作っちゃうと、うん、選手が一番苦しいですもんね。そうです、ですよね。でもお兄さん人見知りですよね。なんでわかんない。めちゃめちゃ人見知りずっと出てますけど。あ、本当ですか。頑張ってちょっと喋るようにはしてるんですけど。はい、はい、ちょっとすいません。はい、じゃあということで次回大会、発表されたと思うんですけど、はいはい、なんかここからこうみんながあっと驚くようなサプライズとかってあるんでしょうか。次回がね、一応っていうのが、まあ、約1年先ぐらいで、はい、一応あれぐらいの規模のをやらせていただこうと思ってまして、はい、また群馬ですか。え、いや、そこまだまだ今仮押さえるんですけど、私一応 2候補ありまして、はいはい、まあ、関東関西なんですけど、はい、関西、はい、関西も面白いかなと、はいはい、人口的に、まあ、リサーチしてるじゃないですか、うん、まあ、当然あの関東が人口が多いんで、はい、圧倒的多数ですけど、はい、その次やっぱ関西なんで、はい、面白いかなと思いながら、はい、ただそれまでにやっぱり小さいの大会をこう重ねていこうかなと思って。あ、そうですね、そこに勝ち上がっていってもらえれば
そこになんかゴールを見出しようかなっていう。で結構そこは大きな大会が、ね、ここは大きな、はい、まあそれなりの規模感では。で、ちっちゃいのもバーンと積み重ねる、トーナメント作ってもいいかなとか。でここはやっぱり黒字なんですかね。ここですね、はい、ここに逃げてきたここを食うためにこう登っていくんですよ、はい、前いきなりドーンってやりすぎてるんで、はい、だから流れもストーリーもなくて、はいはい、そうですね、煽りも何にもないんで、ストーリーと物差しがあったら多分もっとグッと変わるんですよね、多分変わると思う、はい、あとは、ね、はい、おっしゃってた通り、あの日本人選手を少しやっぱフューチャーしていくみたいな、はい、でもそういう意味ではあのディープさんもそうですし、ライジさんもそうですし、はい、シュートさんもそうですし、いろんな団体で組んで、はい、僕らはやりたいなとは思ってます、はい、ぜひ仲良くやってください。仲良いですよ敵対してるじゃん敵対してるそれはちょっと違う。いや、もともと格闘技団体同士って壁があるものじゃないですか、はいはいはい、それが最近になってこう、ね、だからだいぶ、はい、だいぶフラットですよね、皆さん、うん、そうでもないですか、カットです。続きまして、堀口教授参戦はあるのでしょうか。いや、僕らとしては当然、いや、ていうか本人も別にそれは全然俺出るよっては言ってくれてるんですよ、はい、ただそのやっぱ契約の問題です、うん、そこがだからクリアできれば別に出てくれる。じゃあ将来的にはこう参戦十分あり得る。あり得ます、はい、あり得ます。だけどベラトールさんが買われちゃったじゃないですか、 BFL さん、はい、ここがまた複雑ですよね、はい、ここは早く決着してほしいんですけど、まあアメリカって結構ね、はい、ふわーっとしてるんで日本も結構チビチビチビとか決めていくじゃないですか、はい、そこが決まればある程度見えるのかなっていうのは、まあ、じゃあトップブライツについてはちょっと質問以上で、はい、あとちょっとお兄さん個人的なことなんですけど、はい、お兄さんあの兄弟喧嘩の勝敗は何勝なんですか。いや覚えてないっすね。でもお兄さんも空手やられてますよね。やってました自分も。ただどうだろう、強豪の帝京大学空手ですかね、強豪ですけど、はい、自分はそんな大したことなかったんですけど、喧嘩でも、はい、堀口選手が、はい、その作新学院の寮に入ってきてからもう一個もなくなりました、ね、はい、その前までは自分が中学生で、はいはい、堀口選手2個下なんですけど、はい、小学校6年、堀口選手って呼ぶんですね、教授でいいですか、はいはい、で一応、はい、その建前上トップライツとして来たんで、はい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 、お兄さんとして聞いてるんで、あ、じゃあ、はい、教授、そうですね、はい、喧嘩してたのは教授が小学生で自分が中学生ぐらいの時が一番ひどかったです、はい、うん、どうだったんですか。いやもうボコボコにしてました。勝ってたんですね。勝ってたんですけど、はい、なんか喧嘩って別に審判とかいるわけじゃないじゃないですか、はいはいはい、だからやめってないじゃないですか、はいはいはい、自分の中では、うんうん、とりあえず泣かしたら終わりっていう感覚だったんですけど、はいはい、泣かした後もなんか、はい、あいつは凶器を持ち出してキックミットとか、はいはい、なんかエアーガンとかそういうの持ってきて、はいはい、ガンガンやってくるんで、一回だからこれ YouTube でも言ったことあるんですけど、はい、鉄アレイ投げられて、はい、凶暴ですね。いやもうやばいですよ、はい、本当に、はい、なんか勝ち気なんですか、ね、はいはい、もう胸泣きながらか怠け好きはいないですよね。いやすごい、はい、そうだからそうですね、自分は泣かした後にトイレとかその鍵が閉められる場所に隠れてました、はい、その泣かした後が怖いんで、怖い、いや面白いですね、絶対凶器持ってこいつは危ねえやつだと思う。教授が凶器持ってくるわけです。いや本当にそうですよ、すいません喧嘩でその流血何回も自分してるんで、まあ、すごいですね。いやすごい、いやなんかなんでおもちゃでこう頭バーンバーン殴られたりとかしてここっすよね、血出たりとか。いやそんなのばっかりですよ。ちゃんと格闘技の方に来てよかったですね。いや本当にそう思います。はい、いや本当にそう思います。多分上下関係とか無理なんで、あの人、うんうん、無理ではないかもしれないですけど、多分自分がなんていうんですかね、なんか部活とかってなんかルールあるじゃないですか、はい、わかります、なんか上下関係というか、その中でしか、そうそうそう、はい、それを多分堀口選手に当てはめ多分られないです。多分自分が違うと思ったら多分先輩でも戦いちゃうっていう感覚です、はい、僕ちょっと今あのトップライツさんの勉強してるんですが、あのすぐバズる方法を考えたんですけど、ぜひお願いします。あの堀口さんお兄さんさあ、それ結構言う、他の人言うんですけど、みんな言う。いや自分は格闘技ってそんな甘いもんだと思ってないんで、大丈
です。いや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 。いや、めっちゃ動き真似してほしいです。うん違うじゃないですか、なんか趣旨がちょっと。すいません、すいません。そう自分の中ではやっぱ、まあ、選手に対するリスペクトというのがちゃんとあって、はい、やっぱり自分も大学4年までしかやってないですよ、はい、道具は空手ですよね。なんでもう10年以上経ってるんで、もう今更やっても全然多分お客さんにもう見せれる動きはできないし、そのなんていうんですか、じゃあ聞いてください、やるからにはやっぱ勝ちたいんですよ、勝ちに行きたいんで、だったらもう1年ぐらい俺は期間を置いてほしいです。やるとしたらちょうど1年じゃん。匂わせですね。じゃあ聞いてください、ちょうど1年じゃん。じゃあ俺ずっと練習しますよ何もしない、それは困る、もう勝ちに徹したいんです、それは困るです。いや本当にやるんだったら勝ちに徹したい、はい、うん、やりましょう。いやいやです、それは違うそれだったらさっきの話じゃないですけど、石渡さん出てもらった方がいいですよ、ね、お兄ちゃんとやる、いやなんでそれは違う、それは違う、それは違う、教授の代わりに行ってちょっと面白い、ちょっと面白いなんで俺がハケ口になるすげえすげーパンドッチもちょっと面白いやめてくださいよすいません失礼しました、いえ絶対ちょっと面白いですよ、エンディなんかありますか。いやもうこれ無事石渡りスリーが決まったんで、はい、決まったね、なんでなんで違う違う違うトップブライツさんのチャンネルでも対談させてもらってますので、そちらも合わせてご覧ください。じゃあ今後活躍期待しております。ありがとうございます、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。熱が出た、お腹痛い、痛い、怪我した、ボキって言った。さまざまな症状に親身になって診療いたします。お気軽にお問い合わせください。武蔵村山斉藤クリニック。男、チャンネル登録よろしくね、グッドボタンもよろしく。